お疲れ様です6月28日今月最後の相場回数になりますで今月最後ということと、えー、今週最後ということが重なるのとプラス介入に対する警戒が重なって本日はポジション取りには最も向かない一日になります6月で最も困難な一日です、まあ、ですんでトレードをすることはね今日は忘れてください今日明日明後日と3日間連続でトレードとは別のことをやりましょう とりあえず私の方からは相場解説はしますけども、あんまり参考になりません。なぜならこんな特殊なことってのは滅多に起きないからです。それこそ数年に一度のことですからね。今日攻略したところで、次に今日攻略した方法を使えるのは数年後に一度くらいになっちゃいますんでね。それよりも、普段起きうることを攻略した方がいいです。つまり、カー水木などに起きうるテクニカルです。こちらの方に力を入れた方が、絶対に、え、お金にはなります。 で、トレードってのはお金になりたいから、儲けたいからやるわけですから、自分の好奇心の探求っていうのはもうちょっと優先順位の後にしておきましょう。はい、私はね、好奇心がありますんで、今日もいろんな角度で挑戦したいなと思ってます。で、最後の介入警戒ってありますけども、4月に一旦介入がありましたよね。それがここです。で、ここでは2度の介入がありましたんで、えー、結局ね、あと1回使って、 で、半年に3回の、だいたい目安としての介入の限界回数に達するんですよ。ですんで、そういう意味で言うと、161円ぐらいで介入が入ると思うんですけども、そこが、もう一旦最後の介入で、そっから先っていうのはね、非常に介入がやりづらくなります。まあそういうふうな前置きで考えていきましょう。もちろん、そうと決まったわけじゃないので、もしかしたらね、4度目5度目と、介入がバンバン打ち出されるかもしれませんけども、今までの実績から言って、それは考えにくいです。 で、今までの実績に対するコメントと、その総評ですね、別の動画にしますので、そちらの方もご覧ください。これは一般公開しません。即可塾限定動画のまんま、そして FX 折り合い費の公開限定のまんまで、ホールドしておきます。さあ、そして、この今日の冷やしなんですけども、えー、介入水域には十分足してるんですね。それで、大きく強い陽線が出た後に、伸びが止まった陰線そして今、形成中の 要線かかかってるかなっててるなことです当然、これからも基本的には上に向かう移動平均線を指し示しているのと、全体的には上昇トレンドが止まっていませんから、161円には行くんだろうなと思いますね。で、4時間を見てみると、今日の立ち振る舞い方がわかります。見たところ、上昇中のレンジですね、ここと似てます。まあ、そういうふうに捉えていくと、 レンジを突き破った後で上に行くってことは見えると思うんですけども、とりあえず今日はね、レンジで見ていけばいいんじゃないですか。はい、そして、1時間軸ですけども、綺麗にレンジが作れています。60ピップス弱なんですけども、こういう風に囲うことができると思います。ただ、このあたりに寝動きが戻ってくる可能性は非常に低いかなと思いますね。下に行って、 前回はこの青い移動平均線にぶつかって上に上がってきましたけども、今度は青まで行かずに赤いところで跳ね返る。そうやって安値切り上げとか高値切り上げができるんじゃないかなと思いますね。まあこのぐらいは仮説できるようになっておきましょうね。なりましたどうでしょうか <laughs> その後で、その後でですよ。この天井を3回目のトライで超えるかどうかです。 1>, 1回目叩いて、2回目叩いて、その後3回目叩いて抜ける。というふうに考えれるかどうかですよね。まあ繰り返しますけども、今日そうは言ってもトレードはしない方がいいと思いますよ。ここまで私が申し上げてきてね、なんとなく見えたって思う方、うん、見えたかもしれませんけども、それでもトレードは控えた方がいいです。そのぐらい難しい金曜日が始まります。それでは。